はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、エプヌシのピオタです。さあ今回もレミディアと3つのことをやっていきたいと思います。ですね、今回もですね、いつも通りです。惜しいところがあって何回も言っているのにもかかわらずいけない、こんなね雑談枠と化した第9ステージでございます。第9でこれぐらいってことはあれですよね、第10ステージどうなっちゃうんだろうっていう、そういうね思いが少なからずどころかビシビシありますけど、どうなっちゃうんですかね。もうそれは時の運ですね。時の運ってなんだっていう、実力で頑張れよっていうところもありますけど、なんか運です。これもう配置とか全部運ですからね。正直この妖精の数でも妖精全員ゆっくり動いてるとか、全部一定のペースで動いてくれてたら、多分いけますよ。あとランダム生成だと思うんですよこれ。なのでランダム生成じゃないように普通にするならね、元から配置が決まったようにするなら、絶対このステージの難易度でもこんなやってたら絶対覚えるんですよ。そんなの人間ですから、だって人間だもの。ってことでね、やっておりますけどもね、まあランダム配置なんで、敵の、ね、数自体は決まってるみたいなんですけども、残念ながらね敵の数決まってあろうがね、数だけじゃどうにもならないことって世の中いっぱいあるんですよね。もう本当にね、数だけじゃなくて位置も決めてもらいたかったです。もう本当に何もできない。積みがね確実に発生するんですよ、4個まで来ると。3つはまだいいですよ、コースには確認できますし、それでタイミング測れば普通にね何の積み要素もなくキャッハーみたいなことができるんですけども、問題はその先です。その先完全ランダムです。どうやろうが見えないです。じゃあどうするかって言われたらどうしようがないっていうのが現状なんですよね。どれくらいだろうな、ここいいですね。配置がねいいと正直ポン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 っていきますよ。でも配置が悪いとすぐ詰まるんですよ。よいしょ、ゆっくりいってますけどね、今回はもうなんかいつも通りの、ちょっと待って、いつも通りのね10分雑談、雑談って言っちゃダメなんですけども、もう雑談ですね。おお、初めの頃はな、うわー高速妖精が2体重なってる、なんかいい子たちだなーみたいなね、そんな感じでサムネの候補になるぜカキカキみたいなことやってたんですけども、もうねもはや双子って普通ですよねみたいな、もうなんか双子どころか数回ですけど4つ子ぐらいありましたよね。上下のキャラクター一緒プラス速さも一緒みたいな、速さ大きさ一緒の動きも一緒みたいな、気持ち悪みたいなね、そんな感じのもんがまあ数回ありましたね。まああれですよ、シャドバでパック開けたら4枚同じみたいな、4カードみたいなね、そんな感じぐらいの率ですけどもあります。よいしょっと、あれ勢いのまんまね、やっぱ突っ込むのがいいですかね。突っ込めはダメですね。ラグが出てきたらそこの時点でやめますけど、ラグがまだ出てないので頑張れる間は頑張ります。もうなんか雑ですね、頑張れる間頑張るって、頑張れなくなったら頑張らないってことですよねえ。適当、あれだ、働けるときに働くみたいなものじゃなくて、もうなんかなんでしょうかね、ニートみたいな。おっと、いやー最近ですね、僕あんま寝てないんですよ。レポートとかちょっとめたい話をするとですね、大学のレポートとかそういうものがあってですね、寝れてないんですよあんまり。でですね、
ちょっとまあ思うんですけども、まあ寝てないとですね、ああ今日僕こんだけしか寝てないんだみたいな言うじゃないですか、学校行ったら。でですね、たまに言われるんですよ、寝てないアピールはやめろっていう風に言われるんですよ。なんでってことですよね。別に寝てないアピールして体調気遣ってもらうんじゃなくてですね、寝てないからちょっと寝させてみたいなね、そんな意思の表示だったりするんで、まああんまないですけども、大抵起きてますけども、なんか別に寝てないけど元気だよっていうのを自慢するわけではなくてですね、ただ単にこれぐらいしか今日寝てないから普通にきついわっていう、そういうことを言いたいだけなんです。言ったところで何でもないんですけどね、なんでこの話してるかも分かりませんし。でもですね、なんかテスト勉強してないわみたいなのと同じ感覚ではないんですよ。俺テスト勉強してないわって言ってる人は勉強してますよ。でも今日俺全然寝てないわっていう人は寝てないんですよ。ほんとそうなんですよ。いますよね、大抵クラスにテスト前に、まあクラスのちょいとぐらいがね、俺勉強してないわみたいな、でもお前テスト取ったら俺より点数高えじゃねえかみたいなね、えもう本当にあれは嫌ですよ。で大抵こっちはですね、テスト勉強してないわっていう人に合わせて、あーこっちもしてないわって言って、で本当にしてないパティのやつです。もうね、2パターンいますよね。もともと賢い人で勉強してないわっていう言ってる人は勉強してんよっていう、勉強してんだけども自分の満足がいかないからしてないとか言い出す、そういうなんかちょっとなんだこいつはみたいなね、こんな感じの人です。バカにしてるわけではございません。でですね、僕のような人種はですね、僕のような人種ってなんだっていう、そんな感じの人で言うとですね、勉強してないわって言うと、前日本当に勉強してない、テストがなかった、ない人同じくらいで振る舞って、ちょっとテスト勉強もしなきゃいけないなって言ってやったけど、別にテスト勉強するしたような量じゃないなみたいな、実質なんか教科書ペラペラめくったぐらいみたいな、そんな感じのねやつで勉強してないって言ってるんですよ僕はね。つまりはですね、勉強してないって言ってる人にも2パターンがいて、元からなんか大抵テストで高得点毎回取ってる人の勉強してないわーは勉強してるというね、何の話してる何の話してんだろうっていうか、ほんとさっきからミスばっかりだな。よいしょっと、やばい、危ねえ、ここだった、ラグが出てきましたね。よいしょ、 OK、 OK、 どんどん上がっていきましょう。ここだ、くっそ、うっそ、40回すら到達なかなかできないですからね。一番最大は49回、ほんとあと1段ってところで、今のところ4、5回到達していずれも死んでますね。いやまあそりゃそうか、いずれも死んでなかったらクリアになっちゃうんだから。よいしょ、で、いやー、東方異想決とかの話もしたいところなんですけども、まあ時間もありますしね、もう少し集中を持たせつつ頑張っていきましょうって言ったら死ぬんですよね。なんででしょう、なんか僕が慎重にとか、もうこれが終わったら終わりますよみたいなね、そんな発言って全部フラグになっちゃいますよね。別に望んでもいないのに。ほんとそれはね、意思とは関係ないです。意思とは関係、まあ関係ないです。本当に、自分自身では、
全力でクリアしようと思ってやってるんですけども、なぜか言った直後は操作下手になりますね。で、忘れ見宣言させてもらいましょう。ということで、次から忘れ見宣言。お、今なんか6月13日って出たな。6月13日僕の誕生日です。関係なしって過ぎてますよね。なんだよ、6月13日を舞台にしたやつがあんのか。ほら、6月13日パクパク言うのやめてもらえないかな。金魚みたい。で、お、また曲が変わった。5回くらいまで行かないとね、ラスレミ宣言は無効になりますので、無効というかね、別に意味なしって感じになりますんで、5回を超えた今回で死んだらもう終わり。そういうと大抵死ぬかも。でもまあ、やれる限り全力でやりますよ。全力でやる、全力でやる。 OK、 OK ですね、 OK ですね、 OK ですね。言葉を失ったな今。上がって、危ない、危なー。どうしよう。 OK、 今のはいいね。もうなんか解説自体を忘れてる。よいしょっと。でかい妖精って当たり判定が異常なんですよね。当たらないだろってところが当たるんですよ、妖精。おっと、危ない。弾幕か。ここだ。来た来た来たよ、来ました来ました来ました。やっとクリアだ。もうなんかゴールしたぐらいの、ゴールしたぐらいの嬉しさが。戻りましょう、戻ってこの嬉しさを、嬉しさを味わいましょう。やったやったやった、できた、やったぜ。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。